皆さんどうもこんにちは。いつもご覧いただき誠にありがとうございます。本要約チャンネルの竹見です。今回は病気や老化が自然に消えていく、自然治癒力が爆上がりする奇跡の食材と題して、科学的根拠にしっかりと基づいて食べるだけでみるみるうちに自然治癒力が上がっていく奇跡の食材について世界一わかりやすく解説していきたいと思います。さて皆さんは自然治癒力という言葉をそもそもご存知でしょうか？自然治癒力とはその名の通りで、怪我をした時などに自然に治癒する力のことで、私たちの体におのずと備わっているものであります。例えば皆さんが包丁で指を切ってしまったとしましょう。初めのうちは血が出てきますが、特に病院に行かなくたってそのうち自然と血は止まりますよね。このように血が止まるというのは血小板をはじめとする凝固系の働きによるもので、このような凝固系も自然治癒力の一つであります。また軽い風邪をひいたとしても 2,3 日寝ていれば風邪薬を飲まなくとも治ってしまうというのも自然治癒の例の一つと言えるでしょう。古代ギリシャ時代の医師であり、医学の父とも呼ばれるヒポクラテスは、自然治癒力こそが最良の医者であるという言葉を残しております。そもそも私たち人類が医学と呼んでいるもののほとんどが対症療法に過ぎません。対症療法とは病気に伴う症状を和らげる治療のことで、病気を根本から治すことはできないんです。例えば、風邪をひいた時に飲む解熱剤は風邪のウイルスをやっつけてくれる薬ではありません。あくまで熱を下げて辛いだるさを一時的に和らげてくれる、その場しのぎのものでしかないんです。一般に私たち大人がかかる風邪の多くはライノウイルスというウイルス感染によるものですが、現代の科学技術をもってしてもこのウイルスに対する特効薬は実現されておりません。ですから風邪は私たちが自然治癒力によって治すしかない病気なんです。そして風邪の他にも胃腸炎やアレルギーなど根本的な治療法がなく、私たちが自然治癒力で治すしかない病気というのは本当にたくさん存在します。このことからもいかに自然治癒力が大切なのかがお分かりいただけると思います。ですが、この自然治癒力は残念なことに加齢によって低下していきます。加齢によって自然治癒力が衰えれば、様々な病気にかかりやすくなってしまう上に、そのような病気に実際かかった時に治りにくくなってしまうというデメリットもあります。高齢になってしまうと風邪が重症化し、それが肺炎を引き起こして最悪死んでしまうなんていうこともありますよね。自然治癒力というのはこのように私たちが健康に生きていくために不可欠な能力であるということをまず皆さん知っておいてほしいと思います。そこで本日は加齢に負けず自然治癒力が爆上がりする素晴らしき食べ物たちを皆さんにご紹介していきたいと思います。最近風邪をひきやすいとか怪我の治りが悪いとか、なんだか体調が悪いなんていう方にとって超重要な内容になっておりますので、ぜひ最後までお付き合いいただけると嬉しいです。それでは早速参りましょう。本日のお品書きは次の通りです。一元で食べるだけでみるみる自然治癒力が爆上がりする奇跡の食材トップ3について、二元で老化した細胞をアルカリ化する1日1個丸々を食べることのヤバすぎるメリット5000について解説していきたいと思います。それでは早速一元の食べるだけでみるみる自然治癒力が爆上がりする奇跡の食材トップ3から解説をスタートしていきます。さて自然治癒力と聞いて多くの方が免疫力を思い浮かべるかもしれません。もちろん免疫力も自然治癒力の一つではありますが、免疫力だけが自然治癒力ではないんです。例えば冒頭で申し上げた止血機構には、免疫細胞とはまた違う血管内の凝固系というシステムが働いております。また、切ったり擦れたりして傷ついた皮膚が自然と修復されていくのも自然治癒力の力ですが、このような皮膚の再生を総称治癒と言って、これには
コラーゲンやタンパク質を合成する繊維芽細胞という細胞が関わっております。この繊維芽細胞もまた免疫系とは別の自然治癒力の一種であります。このように自然治癒力はいわゆる免疫力を含めた病気や怪我を治す能力全般であるということができるでしょう。このことから自然治癒力は一つの大きな病院に例えることができるかもしれません。皆さんが転んで膝をすりむいてしまったとしましょう。すりむいた膝の場所では血が出ますが、そのような血を止めるための救急当番医が先ほど申し上げた血小板をはじめとする凝固系であります。凝固系による応急治療が進んだら、次は免疫系による急性期治療です。なんとか血は止まったものの、皆さんのすりむいてしまった膝からは様々な雑菌がすでに入り込んでしまっているんです。そのような雑菌を退治するために働いてくれるのが免疫系であります。免疫細胞が炎症を起こすことによって、傷ついた膝から入り込んだ雑菌が全身に巡らないようにそれを排除してくれるんです。このような急性期治療が済んだ後は慢性期の病棟に移り、今度は早梢治癒のための治療が行われるでしょう。そしてこれら全てが進んで膝の怪我が完全に治ったら退院です。このように自然治癒力は病気や怪我の発症から治癒に至るまでの全てのプロセスの面倒を見る、まさに総合病院なんです。大きな病院を経営していくためにはもちろん莫大なお金が必要ですよね。それと同じく、私たちの自然治癒力を維持するためにはそれ相応の栄養が必要になってきます。ですから自然治癒力を高めるためにはバランスの良い食事を心がけるべきであるというのは言うまでもありません。ですが、そのようなバランスの良い食事については、このチャンネルをいつもご覧の皆様ならばきっと普段からある程度心がけていただいているはずです。今更バランスの良い食事についてたらたら話していても皆様退屈してしまうかもしれませんので、この一言では私が最新の科学論文から集めてきた自然治癒力を爆上げするためのちょっと珍しい食材について皆さんに分かりやすくプレゼンしていきたいと思います。ではこれから紹介する食べるだけで自然治癒力が爆上がりする奇跡の食材を最初にまとめて発表しておきましょう。それは次の3つになります。食べるだけで自然治癒力が爆上がりする奇跡の食材トップ3、1、個体が生きるために必要な栄養素を一度に摂取できる一物全体食、2、インフルエンザに対する予防効果が実証されたスーパーハーブエキナセア、3、免疫力を爆上げする奇跡の物質ナスニンを豊富に含むあの夏野菜。それでは一つずつ順番に取り上げて分かりやすく解説していきたいと思います。それではまず一つ目の食べるだけで自然治癒力が爆上がりする奇跡の食材、個体が生きるために必要な全ての栄養素を一度に摂取できる一物全体食から解説をスタートしていきます。さてまず皆さんにご紹介したい自然治癒力を爆上げしてくれる食べ物の一つ目が一物全体食であります。一物全体食というのはその名の通りで、一個の食物を丸ごと食べちゃうという食事法のことになります。このような一物全体食は古くから仏教などで取り入れられてきていて、民間伝承として受け継がれてきましたが、最近その科学的な効果が実証され、栄養学でも再評価されるようになってきているんです。一物全体食には個体が生きるのに必要な栄養素が全て含まれております。例えばシラスを例に挙げてみましょう。シラスというのは一匹を丸ごと食べるものですから、当然一物全体食ですよね。そしてそのシラスは皆さんの食卓に届く数日前まで生きて海を元気に泳いでいたはずです。ですから
シラス一つ一つには一匹一匹が生きていくために必要なすべてのエネルギーが含まれているんです。そんなシラスを丸ごといただいて健康的じゃないわけがありませんよね。そしてシラスの他に一物全体食として有名なものには大根があるでしょう。大根はよく煮詰めれば葉っぱや根も食べることができます。そしてこのような普段捨ててしまうようなところにこそ豊富な栄養素が含まれているんです。そしてそれらの栄養素は私たちの食卓に届く直前までその大根を生かしてきた栄養素であるため私たちの自然治癒力を爆上げしてくれること間違いありません。最近では一物全体食が流行ってきていて様々なレシピが公開されておりますから気になる方はぜひネットで調べてみてください。皆さんも丸ごと召し上がるということをこれから意識していきましょう。さていかがでしたでしょうか。それではここまでで一つ目の個体が生きるために必要なすべての栄養素を一度に摂取できる一物全体食についての解説を終わりにして次に行きましょう。それでは次二つ目の食べるだけで自然治癒力が爆上がりする奇跡の食材インフルエンザに対する予防効果が実証されたスーパーハーブエキナセアについて解説していきたいと思います。さて食べるだけで自然治癒力が爆上がりする素晴らしい食品の2つ目がエキナセアという植物になります。エキナセアはご存知ない方も多いかもしれませんが今アメリカで最も人気なハーブの一つとなっております。エキナセアには主に免疫力を向上させてくれるという素晴らしき効果があるということが知られています。私たちの免疫には好中球やマクロファージンなど様々な種類の免疫細胞が関係しているんですがエキナセアにはそのような免疫細胞の絶対数を増加させてくれるという作用があることが知られています。またマウスにエキナセアからの抽出物を与えた実験ではインフルエンザウイルスに対する予防効果も認められております。またエキナセアに抗がん作用があるとする報告もあるんです。このようにエキナセアはまさに免疫力アップにうってつけのハーブと言えるんです。エキナセアはハーブティーのほか日本のドラッグストアで簡単に買える DHC のサプリメントとしても市販されております。興味のある方はぜひ一度トライしてみてほしいです。さていかがでしたでしょうか。それではここまでで2つ目のインフルエンザに対する予防効果が実証されたスーパーハーブエキナセアについての解説を終わりにして次に行きましょう。それでは次3つ目の食べるだけで自然治癒力が爆上がりする奇跡の食材免疫力を爆上げする奇跡の物質ナスニンを豊富に含むあの夏野菜について解説していきたいと思います。さて食べるだけで自然治癒力が爆上がりする素晴らしい食品として最後に皆さんにご紹介したいのがズバリナスであります。これからの暑い季節ナスは最高に美味しい夏野菜ですよね。ナスにはポリフェノールの一種であるナスニンという物質が含まれております。ダジャレのような名前ですがこのナスニンには優れた抗酸化作用に加えて老化の抑制作用やがんの予防効果まであるとされているんです。先ほど活性酸素によって私たちの体の細胞が錆びてしまうというお話をしたんですがこのように細胞が錆びてしまうことを酸化と言います。そしてナスニンが持つ抗酸化作用というのは文字通りこのような酸化を抑えてくれる作用のことであります。つまりナスニンは細胞の酸化を止めて細胞が錆びるのを抑えひいては細胞の老化を止めて自然治癒力を上げてくれるというわけなんです。またナスにはナスニンの他にもルチンやヘスペリジンなど私たちの毛細血管を補強してくれる働きのある栄養素が含まれているんです。年を取ると皮膚だけでなく私たちの体の中の毛細血管もまただんだんと脆くなっていってしまいます。毛細血管は
栄養素や酸素を運ぶためのいわば道路のような働きをしておりますので、どれだけたくさん栄養を摂取していても道路がガタガタではその栄養をきちんと細胞にまで届けることができませんよね。そこでナスを食べてルチンやヘスペリジンを積極的に摂取することで毛細血管を若返らせ、栄養素を正しくきちんと細胞に届けることができるんです。ただしちょっとだけナスに関しては注意点があります。ナス科の植物には植物が捕食から身を守るために持っているレクチンという物質が含まれているんです。このレクチンは最近では植物毒とも呼ばれ、人によっては食べることで腸の粘膜を刺激し下痢などの症状を引き起こす恐れがあるということが分かってきているんです。乳糖不耐性やグルテン不耐性などと比べてそこまで日本人には多くないと言われているレクチン不耐症ですが、もし一度でもナスを食べてお腹を下したという経験のある方はもしかするとレクチン不耐症の可能性があります。そのような場合はもう一度ぐらいねナス食べてみて、どのようになるのかをチェックして、お腹が痛いとかなんだか体調が悪くなってしまった場合はナスは無理に食べず、この動画でご紹介したエキナセアなど別の食品を試してみるようにすると良いでしょう。さていかがでしたでしょうか。それではこの辺で一元の内容をまとめておきましょう。一元では食べるだけで自然治癒力が爆上がりする奇跡の食材を3つほどご紹介いたしました。1つ目は個体が生きるために必要な全ての栄養素を一度に摂取できる一物全体食でした。2つ目はインフルエンザに対する予防効果が実証されたスーパーハーブエキナセアでした。3つ目は免疫力を爆上げする奇跡の物質ナスリンを含むあの夏野菜、それはすなわちナスでした。それでは次に2限で老化した細胞をアルカリ化する1日1個丸々を食べることのヤバすぎるメリット5000について解説していきたいと思います。さてさて1限では食べるだけで自然治癒力が爆上がりする奇跡の食材を3つほど皆様にご紹介しました。こういったものを食卓に少しずつでいいですから取り入れていただくことによってあなたの自然治癒力はどんどん上がっていくということが期待できます。そしてこの2限ではもう一つ自然治癒力を爆上げするためのとっておきの食材を皆さんにご紹介したいと思います。その正体とはズバリ梅干しであります。梅干しというのは私たち日本人にとって非常に馴染みがあり、とても身近にある食材ですから、あまりその凄さに気づいている人がいないんですが、実はこの梅干しには隠された凄すぎるメリットが存在しているんです。一日一つ梅干しを食べていただくだけで、とんでもない健康効果をあなたはゲットすることができるんです。まずは皆様が動画の構成を理解しやすいようにこれから紹介していく梅干しが持つヤバすぎるメリットを最初にまとめて発表しておきましょう。老化した細胞をアルカリ化する梅干しが持つヤバすぎるメリット5001、体をアルカリ化して酸性に傾いた体内環境を補正する。2、梅にしかない激レア物質ムメフェラールが血液をサラサラにする。3、乳酸を分解するリンゴ酸によって筋肉疲労が一気に取れる。4、植物性食物繊維が生きたまま腸に届いてお肌をツルピカにする。5、三大機能性トリテルペンの一つオレアノール酸が血糖値スパイクを抑止する。ではそれぞれ具体的に一つずつ取り上げて分かりやすく解説していきたいと思います。また単にね梅干しが持っているヤバすぎるメリットを紹介するだけじゃなくて、梅干しというものをテーマにしてそれに関連した様々な生活に役立つ科学的な知識、栄養学の知識などもふんだんに盛り込んで解説していきますので、ぜひ最後までお付き合いよろしくお願いいたします。それでは早速一つ目の梅干しが持つヤバすぎるメリット、体を歩か
カリ化して酸性に傾いた体内環境を補正するから解説をスタートしていきます。さて皆さんは風邪をひいた時などにお粥に梅干しを入れて食べたことがないでしょうか。私も子供の頃よく風邪をひくと祖母が梅干し入りのお粥を作ってくれました。古くから私たち日本人は風邪をひいた時などに梅干しを食べることのメリットを民間療法として知っていました。ですが最近になってそのような梅干しの効能について科学的な裏付けが得られてきたんです。梅干しが自然治癒力を上げるメカニズムには様々なものがありますが、なんと言っても特記すべきものは梅干しの高いアルカリ性なんです。皆さんは酸性とアルカリ性という概念については少し聞いたことあるでしょう。忘れちゃった人は大昔に覚えた小中学校のね、理科の知識をちょっと引っ張り出してきてください。酸性というのはその名の通りで、お酢など酸っぱいものがリトマス試験紙を赤色に変える性質です。一方でアルカリ性とは酸性とは逆の性質で、リトマス試験紙を青く変色させます。体の中での酸性、アルカリ性のバランスのことを酸塩基平衡と言いますが、このバランスを表す数値としてpHが用いられます。pH 7.0 が中性であり、一般に私たちの体は正常ではpH 7.4 程度の弱アルカリに傾いております。細胞に慢性炎症が起きたり、体に長期間にわたるストレスがかかったりなどすると、私たちの体は酸性に傾いていくということが分かっています。体の酸塩基平衡が酸性に傾くことをアシドーシスと言いますが、アシドーシスになると私たちの体でだるさや疲労感、免疫力の低下など様々な不調をきたすようになります。さらにアシドーシスになると消化管でのビタミン B 群の吸収が悪くなってしまうということも知られております。ビタミン B は私たちの皮膚の健康を大きく左右する栄養素ですから、ビタミン B の吸収が悪くなればそれだけあなたのお肌に悪い影響が現れてしまいます。つまりアシドーシスは体の中のみならず見た目をも老化させてしまう大きな原因の一つなんです。アシドーシスによる健康被害を食い止めるために体を酸性化する原因である慢性炎症やストレスを取り除くということはもちろん大事です。ですが慢性炎症や長期的なストレスというのはあくまで長期的に作用することによって皆さんの体を酸性に傾かせるものですから、ちょっとやそっと生活習慣を変えただけですぐに改善されるものではありません。ですからアシドーシスになってしまった体液を正常なアルカリ性に戻すためには、手っ取り早くアルカリ性の食べ物を摂取するというのがおすすめの方法です。そこで梅干しの出番です。しかしここできっと皆さんは驚かれたことでしょう。先ほどから私は体が酸性に傾くのが悪いからアルカリ性に戻したいと言っていたんですよね。なのになんでここで酸っぱくて酸性のはずの梅干しが出てくるのでしょうか。とても良い疑問です。それにはちゃんと理由があります。梅干しの酸っぱさの原因はクエン酸という酸です。実はこのクエン酸は食べる前は酸っぱい酸性なんですが、食べた後体の中でアルカリ性の物質に変換されてアシドーシスを補正する方向に働いてくれるんです。実は梅干しの他にもレモンやぬか漬けなど酸味のある食品の多くは口から摂取することによって消化吸収されて体内でアルカリの性質を発揮します。このことから疲れが溜まったりなどして自然治癒力が低下している時に酸っぱい食べ物を食べると良いと言われているのは科学的にも正しいということがわかるでしょう。一方で体を酸性に傾かせてしまう食品として動物性の肉類やお米、パン、アルコール類などが挙げられます。つまり一般に私たちがよく食べる食材の多くが酸性であると言えるでしょう。ですから
体をアルカリ性にして自然治癒力を高めるためには、とにかくアルカリ性の食品を意識して摂取する必要があります。私たちの身の回りの食べ物のほとんどが酸性食品なわけですから、何も意識しないとどんどん体がアシドーシスになってしまいますからね。このようなことからも、酸性食品であるおかゆに梅干しを入れて食べるという日本の民間療法は実に理にかなったものだったんです。さて、いかがでしたでしょうか。それではここまでで一つ目の体をアルカリ化して酸性に傾いた体内環境を補正する梅干しのメリットについての解説を終わりにして次に行きましょう。それでは次二つ目の梅干しが持つやばすぎるメリット、梅にしかない激レア物質ムメフラールが血液をサラサラにするについて解説していきたいと思います。さて、ここまでお話ししたのは梅干しの持つ素晴らしい効能の代表的な一つアルカリ性についてでしたが、梅干しの持つメリットはそれだけではありません。梅干しが持つアルカリ性以外の健康上のメリットの一つとして血行促進作用が挙げられます。実は最近の研究によって梅干しを加熱することでムメフラールという血液をサラサラにしてくれる物質が生成されるということが分かってきたんです。この動画の冒頭で申し上げたような出血を止めるための血小板や様々な免疫細胞はすべて私たちの血液を通って傷ついた臓器などに運ばれます。ですが、それらの細胞を運ぶための血液がもしドロドロだったらどうでしょうか。大渋滞している道路で救急車が前に進めないのと全く同じように私たちの毛細血管内でも大渋滞が起き、免疫細胞がうまく傷ついた部分に運ばれなくなってしまうんです。また、血液がドロドロだと動脈硬化など様々な生活習慣病を引き起こしてしまうということは、このチャンネルをご覧の皆様ならばすでにご存知のことかと思います。ですから、血液をサラサラにしてくれるムメフェラールは血液がドロドロであることで生じる様々な害を取り除いてくれるという大きなメリットがあります。ただし、このムメフェラールは加熱した梅にしか含まれていないため、梅干しや生の梅にはさほど多く含まれておりません。ムメフェラールを効率的に摂取したい場合は、加熱加工した梅肉エキスが最も効率的だと言われているので、ぜひそちらも梅干しと一緒に試してみてほしいです。さて、いかがでしたでしょうか。それではここまでで2つ目の梅にしかない激レア物質ムメフェラールが血液をサラサラにするについての解説を終わりにして次に行きます。それでは次3つ目の梅干しが持つやばすぎるメリット、乳酸を分解するリンゴ酸によって筋肉疲労が一気に取れるについて解説していきたいと思います。さて、梅干しの素晴らしい健康効果の3つ目として疲労回復効果が挙げられております。これを聞いているいつも頑張っている皆さんの中には、毎日疲れているよ、精一杯だよとか、しつこい疲れがなかなか抜けないよと悩んでいらっしゃる方結構いるのではないでしょうか。日々の仕事や家事などに忙しい皆さんはきっと全身に疲労が溜まりに溜まっていることでしょう。疲労が溜まればそれだけ免疫力が低下してしまいますから、自然治癒力もまた下がってしまいます。そこでおすすめなのがまたまた梅干しです。梅干しには先ほど申し上げたアルカリ性を発揮するクエン酸の他にリンゴ酸という酸も豊富に含まれていて、このリンゴ酸がなんと筋肉に溜まった疲労物質である乳酸を分解してくれるんです。たくさん歩いて次の日にふくらはぎが痛くなってしまうのは誰もが経験したことあるでしょう。あのような筋肉痛はたくさん働いた筋肉で乳酸が生み出され蓄積してしまうということが原因であります。梅干しに含まれるリンゴ酸にはこの乳酸を除去してくれるという素晴らしい働きがあるんです。ですから皆さん疲れた時こそ梅干しであります。コンビニやスーパーなどでは小分けになって持ち運びができる梅干しなんかも売られておりますから、よく疲れが溜まってしまう人はそれを常日頃から持ち歩いて召し上がるというのもおすすめであります。ただし
これからの暑い季節にはくれぐれも賞味期限や食材の傷みには注意して食中毒にならないように気をつけてほしいです。さていかがでしたでしょうか。それではここまでで3つ目の乳酸を分解するリンゴ酸によって筋肉疲労が一気に取れるについての解説を終わりにして次に行きましょう。それでは次4つ目の梅干しの持つヤバすぎるメリット、植物性食物繊維が生きたまま腸に届いてお肌をツルピカにするについて解説していきたいと思います。さて、なんといっても梅干しで忘れてはならない効能の一つが腸を整えて体の内側からきれいになる効果であります。皆さんは腸を整えるために乳酸菌が大事であると言われているのは一度は聞いたことあるかと思います。ですがそれは正しいとも言えるし、ある意味間違っているとも言えます。実は乳酸菌には2種類あって、ただ闇雲にどんな乳酸菌でも取っておけばいいという話でもないんです。乳酸菌には動物性乳酸菌と植物性乳酸菌の2つがあるんです。このうち動物性乳酸菌はヨーグルトなどに含まれている乳酸菌であり、実は口から摂取しても大腸に届くまでに消化され、せっかくの乳酸菌が死滅してしまうと考えられております。そのためお腹の調子を整えるためにせっせとヨーグルトを食べることの有効性が最近ではちょっと医学的に疑われ始めております。まあもちろん個人差というのは非常に大きいですから、ヨーグルトを食べてみてしっかり自分には合っているのかどうか、自分には効いているのかどうか、ちゃんと自分の体の声を常日頃から聞くようにしていただければと思います。そしてヨーグルトに含まれている動物性乳酸菌よりもむしろ積極的に摂取するべきは植物性乳酸菌の方であると最近言われ始めております。この植物性乳酸菌は口から食べても小腸などで消化されてしまうことがなく、乳酸菌が生きたまま大腸まで届いてくれます。この植物性乳酸菌それそのものは善玉菌ではありませんが、大腸にいる善玉菌の餌となることで腸内環境が改善され、腸内細菌層のバランスを良好にしてくれるというとても大切な作用があります。最近ではお肌の健康は腸からと言われているほど、腸とお肌は密接に結びついているということが分かっています。腸内環境が悪く悪玉菌がたくさん発生してしまうと、悪玉菌が作り出した毒素が腸の中でいっぱいになってしまいます。そのような有毒なガスが臭いおならとして出るならまだマシな方で、おならとして出なかった余ったガスは腸管で吸収され、血液をめぐり全身の細胞に漏れ出してしまいます。このような有毒ガスが皆さんの皮膚の細胞に染み出してしまったら一体どうなるでしょうか。肌荒れをはじめとした見た目の老化を促進するようなデメリットが生じてしまうということは想像に難しくありませんよね。また腸はお肌だけでなくて私たちの脳とも密接な関係があるということが最近分かってきております。このような腸と脳の密接な関係は脳腸相関とも言われ、分かりやすい例では緊張するとすぐにお腹を壊してしまうというのが挙げられるでしょう。緊張するとお腹を壊してしまうのは脳の信号がお腹の調子を悪くしてしまう例の一つでありますが、逆にお腹の調子が悪くなることによって脳に悪影響を与える場合も多々あるんです。ですから仕事などで高いパフォーマンスが求められている皆さんにとっても腸を整えるということはとても大切なことなんです。そしてなんと先ほどからご紹介している梅干しにはこの植物性乳酸菌が大量に含まれております。ですので梅干しというのは腸内環境を整えるのにうってつけの食材と言えるんです。さらに梅干しにはカテキン酸という殺菌作用のある栄養素も含まれていて、このカテキン酸が腸内の悪玉菌をやっつけてくれる働きがあるということも最近分かってきております。このカテキン酸は古くからコレラをはじめとする伝染病の予防にも使われていて、梅干しはまさに私たち人類の健康を救う救世主と言っても過言ではないほど素晴らしい食べ物なんです。さていかがでしたでしょうか。
それではここまでで4つ目の植物性食物繊維が生きたまま腸に届いてお肌をツルピカにするについての解説を終わりにして次に行きましょう。それでは次5つ目の梅干しが持つやばすぎるメリット、三大機能性トリテルペンの一つオレアノール酸が血糖値スパイクを抑止するについて解説していきたいと思います。そして最後にご紹介する自然治癒力を高めてくれる梅干しの素晴らしい効果が血糖値スパイクを抑止してくれるということになります。梅干しの血糖値スパイク抑止効果の秘密は梅干しに含まれているオレアノール酸にあります。オレアノール酸というのは植物が持つ天然のトリテルペンであります。トリテルペンとはポリフェノールの一種で、中でも梅干しが持つオレアノール酸は三大機能性トリテルペンの一つに位置づけられ、抗がん作用や抗炎症作用など様々な健康効果があるということが報告されております。特にオレアノール酸で注目したいのが腸管における糖の吸収を抑え血糖値の上昇を緩やかにしてくれる効果であります。私たちが糖質を単体で摂取すると腸管で糖が急速に吸収され、それが血液中に漏れ出すことで急激に血糖値がグワーンと上昇します。このような血糖値の急激な上昇を血糖値スパイクと言いますが、血糖値スパイクはそれ自体がストレスとなって有害な活性酸素を大量に発生させてしまいます。このような活性酸素は私たちの大切な細胞を錆びつかせてしまう性質があるため、逆に血糖値の上昇を緩やかにすることは活性酸素の発生を抑制し細胞を若返らせてくれる作用があるんです。先ほど冒頭で自然治癒力は加齢とともに低下すると申し上げた通り、逆に細胞が若返ればそれだけ自然治癒力は向上します。ですから梅干しに豊富に含まれるオレアノール酸は血糖値スパイクを抑えることによって間接的に私たちの自然治癒力を維持してくれるという働きがあるわけです。さていかがでしたでしょうか。それではこの辺で2限の内容をまとめておきましょう。2限では梅干しが持つやばすぎるメリットについてご説明いたしました。メリットの1つ目は体をアルカリ化して酸性に傾いた体内環境を補正してくれるということ。2つ目のメリットは梅にしかない激レア物質ムメフェラールが血液をサラサラにしてくれるということ。3つ目のメリットは乳酸を分解するリンゴ酸によって筋肉疲労が一気に取れるということ。4つ目のメリットは植物性食物繊維が生きたまま腸に届いてお肌をツルピカにするということ。5つ目のメリットは三大機能性トリテルペンの一つオレアノール酸が血糖値スパイクを抑止してくれるということでした。本日は以上です。この動画が良かったら高評価ボタンとチャンネル登録どうぞよろしくお願いします。また他にも役立つチャンネルをやっておりますので概要欄のリンクからチェックしてみてください。今画面に出ている最新動画おすすめ動画もチェックしてみてください。本日はご清聴ありがとうございました。